はい、こんにちは、お松です。今回の動画なんですけれども、12月12日日曜日に受験しました環境計量士ノートの試験問題についてですね、解説といいますか、私が試験の時にどんな風に考えながら問題を解いていたのかっていうところをちょっとお示ししていきたいと思います。ですので、問題正解していたようなところについては解説っぽくはなりますし、間違っていたようなところ、問題はこいつこんな間違い考えして間違ってるみたいなそんな動画になります。で、いちいち問題の何が正解だったかみたいな、ここが間違ってたのか、ここが合っているのかみたいな、そういうところを調べているわけではないので、参考になる部分と参考にならない部分とありますので、ご了承ください。でですね、今回この動画ではですね、科学の問題をやっていきたいと思います。その他に関しましては、別の動画でとして出していきたいと思います。ですので全部で4つの動画に、なる予定です。多分時間がそこそこ長くなっちゃうと思いますので、4つに分けたいと思います。一応今こう自己採点の結果が見えているんですけれど、合格している予定そんな合格しているであろう人がどんな風に考えているのかっていうところを、何か参考になるところがあればいいなと思って動画撮ってます。早速やっていきたいと思うんですけれども、問題をこうなんか著作権がどうこうみたいな問題冊子に書いてないので、なんか示してもいいのかもしれないんですが、ちょっと問題そのものは示さずにやっていきますので、お手元に、今回受験された方は問題あると思いますし、後々合格発表とかの時ですかね、過去問がまたこれも公開される予定だと思います。多分問題手元にないと、こいつ何言ってんだろうってなると思います。じゃあ早速やっていきたいと思います。まず問1ですね。まず過去問をやってれば、正解してほしいなっていうところですね。これ正解5番なんですけれども、国民の福祉ってあるんですよね。で、これ国民じゃなくて人類だったと思います。問いには大気汚染防止法第4条ですね。で、これ正解が2番かっこいいで、硫黄酸化物ですよね。はっきり言ってこれちょっと勘で書きました。これは結構分かんなかったんですよね。ただなんとなく推測はできるのかなと思うんですよ。ちょっと硫黄酸化物ってこれ具体的すぎませんって思ったんです。具体的だなって、そんなピンポイントで言わないでしょって思って、これが間違っているんじゃないかっていうふうに考えました。問い3、答えは4番なんですけど、私3ってやってます。今×だったんですけど、当然大気汚染防止法第5条の3で定める云々なんで、こんなね、大臣に協議しなければならない、するのは何かって言われても、いや、わからないじゃないですかこれ過去にあったのかな、ちょっと覚えわかんないんですけど、これは無理でしょって、間違えてもしょうがないのかなっていう気がします。問4は正解が5番ですね。私もこれ5番で一応合ってました。読んだ感じ1,2,3って多分合ってるなって思ったんですよね。となると A の国民の健康か、O の自然環境かの2択まで考えたんですね。私は間違いだったとしたら何なんだろうと思って、国民だったらこれ人類、さっきと同じように人類なのかな、なんか人間とかそういうのが入るのかなって。で、O が間違いだとしたら自然じゃなくてこれ生活環境かなって思ったんですよね。問2の選択肢の5番で出てきてるんですよね。手前の絵がこれ国民でも人類でもとりあえず人じゃないですか。人の健康っていうのを保護して、かつその人の生活環境っていうのを保全するっていうふうに考えると、日本語としてもなんか綺麗だなと思ったんですよね。なのでこう5番を選びました。結果的に正解でしたね。次問5なんですけれど、これは正解が1番。
この問題はですね、できれば正解してほしいなと思います。有害物質と指定物質でしたっけ、どっちかっていうのをやんなきゃいけないんですよ。で、指定物質って今までに4つぐらい出てきてて、それを今回あるようなヒドラジン、この4つが過去にも出てきてたかと思います。まあ、これを覚えていれば、まあこいつ一番だねっていうのが即答できたかなと思います。次は問6ですね。これ最初見た時うわーと思ったんですけれど、何のことはないですよ。あのリュードベリ定数とか難しそうなこと書いてるんですけど、こうやって式が与えられてる系っていうのは、ただあともうこの変数に値代入するだけなんですよね。ラムダは8兆で、 R はリュードベリで、 N1N2 が書いてありますよね。1イコール2がバルマー、何これって感じですよね。で、 N2 が N1 たす1 N1 たす2っていうふうでズボンついてるんですよね。でかつこの R っていうのは 1.0×10 の7乗メートルマイナス1、ここまで与えられてるじゃないですか。で、求めるっていうのは R は与えられてる、 N1 も与えられているラインマンですと。じゃあ、あと N2 なんですけれど、N1 をずっとやっていくと N1 足す100とか足す1000とか、そういったとこまでいっちゃうじゃないですか。だったら一番小さい値の N1 足す1がそうでしょうって、実際に N1 足す2の場合どうなんだろうって計算してみればわかるんですけど、この時っていうのを計算していくとそれが答えになります。ラムダ1イコール 7.5×10 の6乗ひっくり返してあげて、ラムダイコール33とか出てくると思うんですよ。元の近い値なんで2の130ナノメートルですというふうに計算することができます。続いて問7、正解は4番で、私は2番ってやりました。これ、分からなかったんですけど、分かりました、試験が終わった後に。まあ、ざっくり書くと M は金属イオンで、 L は錯形成剤ですね。で、もともとこれが 0.02mol/L と 0.04 ってあるんで、なんか普通に考えると 0.02-X で 0.04-X で、こいつが X のを考えてやると思うんですよね。これを代入してやればいいのかなと思ってやったんですけど、なんかごちゃごちゃしちゃって、分かんなくなっちゃったんですよ。途中で気づいて、あ、これこうやればいいのかなって。求めたいものって錯形成していない金属イオンの濃度なんですよね。だから X を求めたいんじゃなくて 0.02-X、 こいつを求めたいんですよ。なので、じゃあこう置けばいいのかな。 M が Y で、 L が Y たす 0.02 で、これも Y たす 0.02 なんですよね。なんですけど、なぜかこれ、なぜか Y ってやったんですよね。それで余計わけわかんなくなっちゃって、ここまでいけば y たす 0.02 の y の y たす 0.02 ってやって、これ y 分の1 1×10 の10乗じゃないですか。というわけで y は 1×10 のマイナス10乗と。問い8ですね。正解は3番、いわゆる Ka 水のその酸化入り定数と塩基の乖離定数と、このイオン、水のイオン積でしたっけ、与えられているのが Ka イコール 2×10 のマイナス5乗単位は吐きます。 Kw っていうのが 1×10 のマイナス14乗、感覚的にはもうこうなんじゃないかなって思ったんですよね。なので素直に A に解きました。与えられてるものをうまいことなんか使ってあげて選択肢の答えにするできるっていう風になると、それが正解だったりするんですよ。分かんないなと思っても、この与えられたこの数字で選択肢の答えを作るんですよ。とりあえず割ってみようとか、とりあえずかけてみようとかっていうのをやって、あ、なんか出てきたなって、じゃあこれでは正解でしょっていう風にして私は考えてます。こうちょっとど忘れしちゃったなみたいな時とか。はい、次問9ですね。これの評価としては、いや無理じゃねって思ったんですよね。
これ答えが5番で、1はあってはいたんですけど、これ運ゲーですよね。ここまでちゃんと知ってて答えられた人っているのかなと思うんですよ。私は勘ですね、これ。1C02 と、1C03 と、1C04。これの3強度の代償って、どうやって考えるんですかね。まあ、ただ、選択肢として1か5だなっていうのはわかるじゃないですか。大小聞いてて明らかに物が違うのに2、3、4ってイコール入ってるんですよ。イコール入ると思いますっていう。なので単純にこの順番でありますけど、こうなるかこうなるかっていうことで、こっちが一番ですよね。まあどっちかわかんねえなと思って、まあ、ただ O が多い方がよりこっち側の H 外れた後のこいつが電子リッチな感じでいくのかな。5番にしました。まあ、これは1か5の中でどうなんですかね、迷うのかなっていうような、そんな問題です。というこれは正解は1番で、私は2番ってやりました。なので間違いです。1番か2番で悩んだんですよ。金属イオンと電子、まあ、反応もしそんなかなと思うんですよ。M っていうのが、まあ、リチウム、ナトリウム、カリウム、なんですかこれ。ルビジウムでしたっけ？セシウム？ちゃんと覚えてないです。標準電極電位っていうのは与えられていると。っていうので、で、最も強い還元作用を示す元素なので、まあ、こいつが、一番大きいやつか一番ちっちゃいやつどっちかでしょって思うじゃないですか。中途半端なやつは違うだろうと。じゃあ一番大きな、これマイナス 2.7V のナトリウムかマイナス 3.0V のリチウムかで、ナトリウムかなと思って、で結果的にはリチウムですね。これなんでですか。リチウムの方がイオン化しやすいから、それで酸化されやすい、つまり還元相手をかどうなんですかね、還元剤、まあ、どう考えるのが筋なんですかね。次問い11番、答えは4番で、これ正解でした。先ほどの与えられたのを使って回答に与えると同じものを出すっていう作業をすれば多分できるんですよ。いやー、こんなね、なんかわけわかんないものを出さないでほしいですよね。はい、これが与えられてるわけですね。求めたいものは原子化エントロピーですと。最初私、この 200kJ と、まあ、結合が1,2,3,4,5,6,6 個あるんで、 200×6 で 1,200? と思ったんですよ。だけど答えに1,200ないなと思って。じゃあ4分の1かけるんだって。じゃあ4分の1かけようって。あ、300ですねって。じゃあ300って。答えにもあるし、これ4番。っていう風にやってます。仮にもし選択肢の中に1200とかあったら、すげえ悩んだと思います。問12です。答えが2番で、私は3と書きました。というよりも、答えを2だと思いつつ、なぜか3に丸をしているので、多分3にマークしてるんでしょうね。痛恨のミスです。これは本当にこういう間違いをするんですよね。ちなみにこれは解いてほしいです。ペンタンと1ペンタノール液酸。ペンタンはこうか。で、1ペンタノールはこれで。で、液酸はこうですね。で、これの水溶性を聞いてるわけじゃないですか。まあ OH あるし、こいつ一番水溶性あるでしょうと。で、あとこのペンタンとヘキサン、ノルマルアルカン系のものって C が長くなれば長くなるほど疎水性が増していくので、究極的にはこれポリエチレンでポリマーになるわけじゃないですか。であの辺ってまあ水に溶けないじゃないですか。 C5C6 っていう順番で、イアウの、まあ、2番が正解というのは即座に分かったんですが、なんで3ってやったんですかね。問13、答えが1番で、私は3番ってやりました。なんで×ですね。ベンゼンよりもニトロ化反応がしやすいものっていうことで、
まあ、間違えてはいたんですけど、考え方は多分合ってて、ニトロってこうじゃないですか。で、ここの先っちょに、まあ、ベンゼンがくっついてますみたいな。ので、N がプラスで静電荷を帯びてるんで、ベンゼン管自体は電子リッチである必要があるんですよ。電子リッチである必要があるというか、電子リッチだと反応がしやすい。っていう意味で、電子供与器を選べばいいっていうだけなんですよね。なので、トルエン、メチル基っていうのは、電子供与性があるので、ベンゼン管そのものが電子リッチな、若干電子リッチな状態になって、ニトロ化反応がしやすいと。それで1番なんですけど、で、私3番選んでて、1か3でちょっと悩んだんですよね。これ、クロロベンゼン、COCL、孤立電子吸引器ではあるんですけど、孤立電子対があって、なんかこんな感じでできるんだっけみたいな。いうような、なんかちょっとな、よくわかんないことを思ったんですよね。まあ、素直に電子供与器っていうのを選んでくださいっていう、そういう問題でしたね。問い14。正解が2番で、私1番で書きました。あ、これアルドール反応だなっていうふうに見て、けど、覚えてないんですよね。いやー、どんなんだったかなと思って、これは出てきたなっていうような感覚で いたんですよね。なので4と5は絶対違うなと思ったんですよ。まあ、ちゃんと覚えてないんですけど、割と有名な基本的な反応だと思うので、しっかり勉強されていた方は、まあ、解けた問題なんじゃないかなというふうに思います。続いて問15、これ正解は5番で、まあ、正解でした。評価としては解いてほしい問題ですね。これも一見するとわけわかんないっていう感じの問題だったかもしれないんですけれど、必要とされるのが積分の知識なので、積分苦手なんですっていう方はちょっと難しかったと思いますが、まあできる人にとってみれば多分、ああこうなんだろうなっていう感じでささっと解いていっちゃったと思います。で、こういう自由エネルギーの式が与えられていますと。このデルタ G を求めるんですけれど、まあ理想気体なので PV イコール NRT が気体の状態方程式で出てくるじゃないですか。で、N は1と書いてあって、P は1アトムから10アトムになると。で、あと R、もうこれも 8.31 で与えられている。あと温度、これはケルビンに直して300ケルビン。まあ、ここには27度って書いてありますけどね。で、あと、LN10。が 2.30、 これ与えられているので、まあこれ式変形まがいなことをして、 P 分の1はこれも LN で書けちゃいます。 LNP と110で、これも 1×8.31×300、 LN1 っていうのは0だというのを、まあ計算していくと 5.73 っていう数字が出てきます。この積分ができたかどうかですね。そこで分かれたと思いますが、積分さえできれば、まあ、何の大したこともない問題です。